はい、私は今水戸市五軒町にあります水戸芸術館に来ています。こちらでは本日午後7時から行われます水戸室内管弦楽団第89回定期演奏会の最終リハーサルがまさに行われているんです。この定期演奏会の指揮を執るのが水戸芸術館の新館長であり、世界的にも有名なあの小澤征爾さんなんです。その最終リハーサルゲネプロを間近で見学できるツアーも今まさに同時に行われているんです。はい、水戸市では JR 東日本水戸支社と協力して、東日本大震災で落ち込んだ首都圏からの観光客を呼び込もうと、この県の地域資源を生かした取り組みが行われています。今日はこの時間はこの取り組みについてお話を伺います。お話は JR 東日本水戸支社営業部の藤田芳美さん、そして車谷陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、車谷さんにお話を伺います。はい、今回のツアー水戸芸術館ゲネプロ見学と芸術の街笠間散策というテーマに観光ツアー組まれていますが、どういった内容になっているんでしょうか。はい、本日水戸芸術館で行われております定期演奏会のゲネプロ、つまり最終リハーサルを見学し、翌日偕楽園などの水戸市内を観光するという1泊2日のツアーとなっております。はい、通常こういった最終リハーサルというのは一般のツアーなどでは組み込むことが難しいんですが、はい、今回、水戸芸術館や水戸市のご協力がありまして商品化することができました。はい、JR 東日本では、大人の休日クラブという50歳以上の方向けの会員組織がございまして、音楽や歴史などさまざまなことにとても強いこだわりを持っているお客様が多いので、今回のツアーの趣旨にぴったりなんではないかと思いまして、今回はこの大人の休日クラブの会員のお客様向け、専用のツアーという形でツアーを企画いたしました。はい、この企画なんですが、今回何人くらい参加者がいらっしゃったんでしょうか。はい、今回のツアーでは40名のお客様にご参加いただいております。どこからお越しの方が多いでしょうかね。そうですね、茨城県以外の、東京、横浜、千葉といった首都圏のお客様が非常に多く集まっていらっしゃいます。こうやはりいろんな趣味を持たれていて、そういう音楽性に富んだ方もいらっしゃると伺いました。反響はいかがでしょうか。はい、すごく大きくてですね、はい、すごく今回音楽にご興味のある方、芸術がお好きな方というのがたくさん、来ていただいていると思います。なかなかそのリハーサル、まさに今日その本番を迎えるその前の段階、その中に入っていくっていうこと自体が本当に貴重な時間ですよね。そうですね、はい、はい、さあそんな今回のツアー、企画されたきっかけというのはどういったところにあったんでしょうか。はい、そもそもはですね、このゲネプロ見学を機会に、首都圏の方に水戸にお越しいただいて、偕楽園とか美術館といった水戸の観光を楽しみいただくことで、水戸のファン作りができないかというお話が水戸市の方からございまして、それがきっかけでございます。で、JR 東日本でも地域の観光開発に力を入れておりますので、水戸市同様に茨城県や水戸市の魅力をもっと発信していきたいと思いまして、今回企画いたしました。はい、県外、首都圏の皆さんって茨城県というのをどんな印象を持っているのか、ちょっと伺っても大丈夫ですか。どんなふうな印象ですかね。そうですね、やっぱり首都圏の方だとスーパーでその茨城県産のお野菜が売ってたりとか、そういったことが多いので、やっぱり茨城県というと農作物のイメージが強いんじゃないかなというふうに思うんです。で、観光といってもですね、水戸の偕楽園すごく有名ですけれども、なかなか他の観光地というのが思い浮かばない方っていうのも多いんじゃないかなと思います。藤田さんもそういったツアーに参加されたお客さんと触れ合ってみてどうでしょうか。茨城のイメージ、どんなことを持たれてるなって感じてますか。はい、そうですね、来る前は大変遠いイメージを持たれている方が多くいらっしゃいますが、やっぱり来てみると特急列車で1時間ちょっとというところでございますので、近く感じていただいております。で、まさにそういったイメージを持たれていた中、今回ツアーを組んで茨城に水戸に来ました。どうでしょうか、お客さんの反応は。
そうですね、まずこの水戸芸術館の建物にすごくアーティスティックな雰囲気を持っていただいたようで、素敵ねというふうにおっしゃっているお客様が多かったのが印象的でした。こういった芸術館とか、あとはまたコースの中で徳川ミュージアムなどもお越しいただきますので、そういった水戸の芸術的な部分というのもご紹介できたのではないかと思います。ぜひもっともっとね、茨城の魅力を皆さんに感じていただきたいんですが、今回のプログラムなんですが、この後この観光ツアーの皆さんはどんな、ところに行くんでしょうか。はい、実は本日はですね、ゲネプロ見学の後館内見学ツアーなどにご参加いただいて、明日水戸の偕楽園、徳川ミュージアムなどにお越しいただいた後、笠間の春風万里荘、笠間稲荷神社といった観光地を訪れていただく予定です。はい、はい、これからもね、いろんなところの茨城の魅力を県外の皆さん、また県内にいる皆さんにも発信していってほしいなと思うんですが、車谷さん、はい、今後もこういったツアーやイベントなどは企画される予定はあるんでしょうか。はい、実は現在 JR 東日本では福島県茨城県の10市町と連携した冬のキャンペーン、いわきときわじ夢街道キャンペーンというキャンペーンを実施しておりまして、これに合わせて味覚や体験などさまざまなテーマのご旅行を企画しております。はい、はい、そしてこれから水戸市では来月からね、梅まつりがスタートしますけれども、そうですね、はい、そういった梅まつりに関連したイベント企画なんかもあるんでしょうか。そうですね、梅まつりに合わせて茨城の味覚を、一緒にお楽しみいただけるコースなども企画しております。また週末を中心に大宮から勝田の駅の間を水戸梅まつり号という臨時列車が走りますので、こういったもので首都圏から誘客を図っていきたいと考えております。なかなかこう茨城魅力を伝えることがうまくないというふうにも全国的にも言われてしまっていますけども、まだまだたくさん眠っている資源ありますから、今後とも藤田さん、はい、茨城、いろんなとこ、広い茨城ですから、私の地域も PR してなんていうことがありましたら、そういった企画もしてくださるんでしょうか。はい、そうですね、地域の皆様と協力をさせていただいて、情報発信、また旅行商品の企画等を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな大きな展望も含めまして、最後に放送を聞いている皆さんに一言、藤田さんからメッセージお願いいたします。はい、ぜひ、この茨城に来ていただいて、魅力を直に感じていただいて、楽しんでいただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。お話は JR 東日本水戸支社営業部の藤田芳美さん、そして車谷陽子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この時間は水戸茨城をさらに PR する企画がされておりました、こちらの、ゲネプロ見学ツアーについて、そしてこれからの茨城県の魅力について、水戸芸術館からお伝えしました。